皆さんこんにちは、塩の目海です。私篠の目海はプラモやジオラマを作ってモデラーとして模型紙に乗ってみたり、コスプレしたり、自分がプラモになってみたり、グラビアをやったり、全力でオタ活をしたり、好きなことばかりしている人間なんですが、そんな篠の目からお知らせがあります。ついに推しと働くことになりました。どういうことかと言いますとですね、本日9月1日から PP エンタープライズという芸能事務所に所属させていただくことになりました。 PP さんのキャッチコピーは、変わるを創造する、次世代の表現者を応援するプロデュースマネジメントカンパニーで、日本一のコスプレイヤーえなこさんがいらっしゃいます。さっき推しと働くって言ったんだけど、 PPE の社長よきゅんさんは実は篠の目が中学生の時からの推しなんですね。当時歌って踊るアイドルをされてて、確かニコニコ動画で出会ったのかな。毎日 PV とかバラエティとか見て元気をもらって生きがいになってたんだよね。落ち込んでる時も何度も助けられて、よきゅんさんがいなかったら今の篠の目海はいないと言っても過言ではない。大げさではありません。憧れの推しと共に歩むことになったので、与えられてきたので、これからはお返ししていきたいですね。篠の目海として初めてお会いした時も、画面の中でずっと見てた人が目の前に現れて、本当に同じ世界に存在してくれてたんだなって泣きそうになりました。めちゃくちゃファンだけど、オタク全開にしたら絶対キモがられると思って、カフェでね3時間ぐらいお話しさせていただいたんですけど、最後の最後に実はずっと好きでしたと告白をしました。完全にキモオタ、もう会うまで心臓が破裂しそうだったんだけど、頑張りました。中学生の時の塩の目に教えてあげたい。いや、本人に言うとやっぱりキモが荒れると思うので、本当にあんまり言わないようにしてるんだけど、尊敬してます。今まで篠の目事務所に入ってたんだけど、その事務所はグラビアを専門にしていて、 PP さんもです。よきゅんさん自身もオタクだし、所属している方々もみんないろんなジャンルのオタクの方が集まってるので、今まで以上に好きなことをさせていただけるように、突き詰められるようになると思います。根底にはみんなを楽しませたい、ワクワクさせたい、仕事で関わってくれた方みんなを少しでも幸せにしたいっていう思いがあって、プラスでよきゅんさんから元気をもらった分、ホビー会やコスプレ会を盛り上げるお手伝いができたらいいなと思っている所存でございます。本当今までの人生の中で一番メラメラと熱い気持ちになっている。PPE のタレントの皆さんにはまだ全員にはお会いできてないので、会えるのが楽しみです。私自身も楽しみながらみんなを元気にさせられるような活動をしていくので、これからもよろしくお願いします。はい、篠の目海第2章の始まりということで、潜在撮影の様子をお届けします。ではどうぞ。はい、スタジオ着きました。おはようございます。おはようございます。お願いします発表の時に私も撮りたいので、いいよ。
あ、はい、あ、いいね、せーの、はい。アイドルの場所みたいな感じで、いいですね。もちろん前のめりばん、すごい娘と記念撮影を嬉しいです。これから潮の泳ぎをよろしくお願いします。もちろんです。こちらこそ、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。海の家の皆さんもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。これを使わせて わけでこんな感じの出来上がりになりました。メガネバージョンとメガネを外したバージョン両方ね撮っていただきました。どっちが好き？ドレスとか普段着ないから見慣れないですね。それにしても緊張しました。 Twitter のアイコン変えよう。改めてファンの皆様、関係者の皆様、 PP エンタープライズの所属となった東雲海をよろしくお願いします。推しとみんなを幸せにするために頑張る。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。